丈夫だ、カルトだ、ね、なんだか言われますよ、言われてますよ。けど、そんなに構ってちゃいけない。時間がないんです、私たちには。だから、思いのある人がどん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 集まって、おかしいことをちゃんとおかしいって言う。そして、間違ったことをやってた人たちに、間違ってました、ごめんなさいって言わないとダメなんです。日本には間違いを認めない政治家が多すぎる。参政党は、新しい政治の風を作る党になりたいと思っています。それを作るのは僕ではありませんし、候補者でもないんですね。新しい政治の風を作るのは国民の皆さんです。だって、もう今、国民が政治に参加してないんですもん。それではどん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 風の勢いはなくなっていきますよ。そして、凝り固まった今までの既存の団体がずっと選挙を引っ張っていく。新しい党いくつかできてますけど、でもそれでもやはり国民の政治参加は落ちていってるんです。だから参政党を作りました。参政党は今まで政治に興味がなかった人、諦めてた人、そういう人たちに参加してもらいたい。それからこれから政治に入ってくる10代の子たちですね。そういう子たちの思いを集める党でありたい。そのために私たちがやらないといけないことは、情報を伝えるということです。とにかく大事な情報が国民の皆さんに伝わっていない。そのことが一番顕著ですね。世界を見たらもう誰もマスクなんかしてない。接種も止まっている。いや、それどころかもう打てと言ったら犯罪だと、ね、接種したらもう刑罰を与えようというような動きも出てきてますよ、外国では。にもかかわらずです、我が国はまだ未だに2類だ5類だとごちゃごちゃやっている。で、5類に下げても相変わらず医療の補助金出せとかですね、ベッド確保したらなんとかしろとかですね、完全な医療利権に凝り固まってませんかね。もうね、そうやって助成金もらわないと潰れないといけないんだったら、病院なんか潰してしまえばいいです。はい。実際に潰れたとこありますよね。北海道の夕張市、財政破綻して、ね、公立病院なくなっちゃった。だからどうなったか。病人が減って、お年寄りが元気になったんです。いや、そうなんですよ。いや、おそらく、日本がやってる、日本で今一番お金使って人が死んでるのは何の病気ですか？がんですね。がん治療やめたらいいんですよ。いや、本当に。ね、三大治療、切除、ね、抗がん剤、それから、放射線治療、ごめんなさいね、はい、レーザー治療でいく、放射線治療、はい、これ、世界中でやってるんだったらいいですけど、抗がん剤とか、どんどんもうやめてるんですよ、ヨーロッパもアメリカも。知ってますか？ね、がん保険なんか入ってないんですよ、外国の人は。にもかかわらず、日本人だけがテレビで CM 見せられて、ね、2人に1人かかるからとかですね、3人で死ぬからって言って多くのお金を払わされてるんです、外国の資本に。製薬会社の利権ですね。そういったものをぜひみんな理解しましょうよ。陰謀論じゃないんですよ。数字見たら分かるんだからね。もちろんそれでご飯食べてる人たちもいるから、ね、それたちを責めるつもりはないけれども、でも給料もらえたら何やってもいいんですか？お金になれば何やってもいいんですか？違うでしょ。それは気持ちよくないはずです、やってる人たちも。やっぱりみんなに喜んでほしいと思ってやってるはずなんです、最初は。でも知っていくと、だんだんそういった利権の構造が見えてくる、ね、実は自分がやったことは間違ってたんじゃないかって言って葛藤が生まれるわけですよ。そんな、ね、心の綺麗な人たちに葛藤を与えるような仕事を作っちゃいけないんです。それにはしっかりと情報をみんなに開示して、国民が騙されないようにすること、そして政治やね、法律がおかしなことを決めているんだったら、それを変えていくことです。我々国民には政治に参加する権利や法律を変えていける権利がある。その権利をみんなでちゃんと行使しましょう。でも全員が全員政治に、ね、声出しても届かないから、だから間接民主的代表を選んで声を届けてもらうという仕組みを作ったんじゃないですか。その仕組みをちゃんと使っていきましょう。皆さんの権利をちゃんと行使して仕組みを機能させましょう。今機能不全なんです。だから日本は国全体として病気になっているような状態。収入が減り、病人が増えて、子供たちが生まれなくなっている、ね、高齢者がどんどん孤独の中で死んでいっている。こんなの健全な国じゃないですよ。国が病なんです。で、それを治せるのは医者じゃない、政治家でもない、学者でもないんですよ。我々一人一人が直していくしかない。間違いない、ね、
それを訴えているのは参政党です。参議院の選挙で訴えた主要な政策は3つ、教育、食と健康、国の守り、ね、この3つをちゃんとさっきの6人が訴えてくれてましたよ、ね、子供たちに、ね、例えば保護者に含めて教育の選択権を与えましょうという話北島さんしてくれてましたね。それには学校だけにお金を配るんじゃなくて、ね、子供や保護者の方々に予算を渡して選んでもらいましょうという話でしたね。で、僕はさっき鹿児島にいて聖子堂の西郷さんの話をしてきました、ね、こっちで言えば新風連の変ですよ、ね、同じ頃でしょ西郷さんと、ね、熊本の人で新風連の変もう知らない子供たちもいるかもしれない。何かっていうと明治9年ぐらいですねの時に政府に対して熊本県民侍たちが脳を突きつけたんです、ね、歴史の本なんか読むと刀を取られたからね、廃刀令があったから起こったって書いてあるけど違うんです。刀を取られて起こったんじゃないです。刀は象徴なんですよ。何かそれは日本人の哲学や価値観や正義感の象徴だったわけです。侍の要は考え方を西洋風に変えろというふうに言われたわけです。今までの哲学を捨てろって言われたからそれは違うだろうって思ったわけです、ね、国の制度が変わっていくのは仕方ない。でも自分たちが正しいと信じているその正義や道徳や倫理、ね、そういったもので変えろっていうのはおかしいだろうというふうにして怒ったわけですよ150年前に。で、明治政府に鎮圧されたわけだけど今振り返ってどうですか。どっちが正しかったんですか。新風連の人たちが正しかったのか明治政府が正しかったのか。僕は新風連の方々の方が正しかったと思う。大事なものは奪われちゃったんですよ、ね、でも、ね、まだ持ってた。だって侍の人が一応残っていたから。でもそれを最終的に奪われたのは、ね、本当の敗走令は80年前の敗戦です。あの時に完全に日本人の考え方を奪われた。教育直後などもすぐ廃止された、ね、それで書き換えられたんですよ。正義感とか日本人のモラルとか、ね、人を思いやる気持ちとか、あと自分を、ね、抑えてでも自分が損してでも世のために尽くすとかですね、そういった考え方昔持ってたでしょ、ね、そういうのがあったから九州からたくさんの若者たちがね、終戦間際までずっと特攻やってくれたんじゃないんですか。自分たちのためですか。強制されていったんですか。それ中にはもう周りの流れの中で抗えなかった子もいるかもしれないけど、ほとんどの若者が自分の意思で行ったんです。何のためか。それは日本を守るためですよ。家族を守るためです。故郷を蹂躙されないためです、ね、そういう若者がたくさんいたんですよ。10代20代でそれが怖かったんです。日本と戦った国はだから心の刀を奪ったんでしょ、ね、ルース・ベネディクトって私は書いてるじゃないですか。引くと刀っつって、ね、刀は日本の心の象徴だったんです。それを80年前に奪われた結果こんな国になっちゃった。だからね、市ヶ谷の自衛隊の基地で自害した手島由紀夫さんもシンプルなこと一生懸命調べて熊本に来てるじゃないですか。このままじゃ日本がどうなるか三島さんは予言してるじゃないですか。三島由紀夫の予言通りになってませんか。日本がなってるね。え、今だけ金だけ自分だけ、それが問題につながる、ね、それがコオロギ食べろって話になって、それが外国の工場を作ってもらって金儲かりゃいいやってなってんじゃないんですか。後ろが暗いね。え、暗い。教育で取り戻すのはそういった日本人の心です。でもそれはやっぱり10歳ぐらいまでの間、ね、まだ体とや脳やいろんなものが感受性豊かで柔軟な時にきちっと教えておかないといけないんです。それだけやっとけば熊本も絶対元気になります。小さい子供の教育をきちっとやるんです。受験勉強なんかやらせなくていい、ね、日本人はこういう考え方大事にしてたんだよって。熊本が今こうやってあるのは先人たちのおかげなんだよ。お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもそういう思いの中でやってきたんだよ、ね、そういう人たち、おじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんみんな熊本のお墓いるから ね、神社にも祀られているからね、そういう人たちの思いをあなた方継いで頑張ってね。もちろん自分も幸せになればいいんだけど自分だけじゃダメよ。世のため人のために時には自分が損してても頑張らないダメよって、
そういう気持ちを与えておくだけでいいんです。でそれがないと、ね、いい学校行っていい会社に入ってお金稼いだって自分のためにしか使わないんだから。熊本が大変になったって熊本に帰ってこないんだから。何も意味ない。そこを、ね、きちっと教育に関わる方々がやってくれないといけない。それをやれとしっかり指示するのが政治家の仕事なんです本当は。教育委員会が、ね、いろいろ仕切ってるけど教育委員会なんて GHQ が作ったもんなんだからもう廃止してしまえばいい。教育は地域の皆さんで考えればいいんですよ。江戸時代みたいに300の藩があって300藩バラバラの教育をしてたんだ、ね、中にはちょっとダメな藩もあったかもしれないけれどでも、ね、さっき鹿児島薩摩にいたから薩摩なんかはきっと島津成明っていうね名君がいて世界の情勢調べてこれからどうなるかということをきちっと理解して若い子たちを教えたわけでしょ、ね、北海道を守らなきゃいけないとか、ね、これからこうやって外国やってくるぞとか、ね、あと外国の技術をちゃんと使って産業を起こしておかないと、ね、植民地になっちゃうぞというようなことを言ってたじゃないですか。ちゃんと分かってたわけですよ。150年前の殿様の方が世界のこと分かってたわけですよ。これだけ情報化してるのになんで今の日本人は分からないんですか。世界の流れがポケットテレビばっかり見てるから騙されるんですよ。すぐにそういったことをぜひ地域から教育によって若い子たちに教えてあげてください。学校教育が全てはありません。地域で寺子屋やったっていいんです、ね、学校なんか今の、ね、テストばっかりやってる学校だったら行かなくていい。子供にマスクを強制して喋るなとか言ってる学校なんか行かなくていい。子供たちがかわいそうだ、ね、地域で学校作ってください皆さんが、ねねね、有権者が集まってみんなで何十人何百人で集まって学校を運営してるのにそこに行政が負担しないことがおかしいんだから、ね、そこにちゃんと予算つけろというのを議員になった人たちが言えばいいんですよ。そうだ、ね、そうやって地域の教育から変えていく、これが参政党の大きな政策の柱です。で2つ目は食と健康、これも言いましたけどおかしいでしょ。食べるものもおかしい、ね、散々食べ物を捨てておきながら食料が足りないからコオロギとかウジ虫を食べろと言っている。なんじゃそれと。タンパク源が足りないんだったら休耕地に大豆とか植えたらいいじゃないですか、ね、なんでこれだけ国内の需要が減っててですね乳製品が余ってるのにアメリカから乳製品を買わないといけないんですか。なんでアメリカの小麦を一定量買わないといけないんですか。何が入ってるかわからない何年前のかもわからないようなねえそんな小麦を買わないといけないんですか。アメリカの植民地だからだよ。そう父さんが言ってくれた。もう戦争に負けてから向こうの残飯処理場になってるんです。それによって国民の健康が害されてる。害されるだけじゃなくて害された後薬や医療やそういったものでまたお金を抜かれている。なんで日本人はこんなに一生懸命働いてても、ね、お金がたまらないか。それはいろんな方法でお金が抜かれてるからですよ。日本人がサボってるんじゃない、ね、バブルの頃も頑張って働いたと思うけど今の日本人も働いてますよちゃんと。でも働こうとすると政府が法律作って働くなって言ってませんか。今働き方改革なんか必要だったんですか本当に。それはねブラック企業はダメですよ酷使するようなね。けど働きたい人が働けないような社会にして、ね、それなら所得上がらないに決まってるじゃないですか。所得上がらなかったら、ね、将来に不安ができて子供たちをたくさんね授かりたいっていう気持ちがなくなるじゃないですか、ね、若い子たちなんか20代の子たちなんかですねやっぱり未来が不安だからもう結婚もしなくていいって言ってる子もいっぱいいるんですよ。家も買わなくていい車もいらないもう結婚もしなくていいそういう希望を持つからお金がかかって大変なんであってもう自分一人なんとか生きていくだけだったら最小限の努力でいいしで寂しかったら、ね、デジタルの世界に入っていってバーチャルで生きていけばそこでいいんだとそこで満足できるんだというふうになってる子もいるしまたそれを助長するような政府の政策が進められていませんか。そうだ食と健康の中には人間が人間らしく生きていくっていうことも入ってるんです、ね、確かに人と人とが集まれば喧嘩も起きますよ。賛成とか毎日喧嘩ですよ大変僕の電話にいっぱい入ってきて
ね、でもいいんです。それで人と人が集まって何かをするってなったら必ず対立を生まれる。でもその先に理解があったり、ね、信用とか友情とか生まれていくわけだから、まず集まってぶつかりもしなければ、ね、もう最初からみんなバラバラで分断されときゃそんなことないんですよ、人と関わらなければ。でも違う、私たちはみんな人と関わって、ね、何千年、いや何万年とこの島をみんなで維持してきたんだから、今そのやり方を急激に、ね、誰かの思惑で変えられる必要はない。それをみんなでもう一回考えて、自分たちの、ね、食と健康きちっと守っていく。健康は体の健康だけじゃなくて心の健康も含めてです。それが一番国民の幸せに資することだと思う。お金も大事だけど、お金以上に体と心の健康、これはお金には変えられないものだから、それを奪われないように政策提言をしていきたい。変なことをするのをチェックしていきたい。これが2つ目。そして3つ目は取りましょう、法の電話だろう、国の守り、法の電話だろう、ね、先ほど TSMC の話ありました。台湾は決して一国ではないけれども、けれどもですよ、人口何万人ですか、ね、2000数百万人の国に出資してもらって、まあ、日本政府も出してるけど、だいぶ、ね、なんで工場作られちゃうんですか ね、それが一時経済効果あるんでしょう、ね、それは否定できないと思う。だから全面的に反対で反対だって言ってもしょうがないんだけど、よくよく考えてくださいよ、ね、半導体とか もともと日本の方も得意だったんじゃないんですか。なんで作れなくなっちゃったの、なんで人口4分の1の国に作ってもらわないといけなくなっちゃったんですか。そこでおかしいって気づかなきゃ、そこで情けないと思わなきゃ、その気持ちがなくなったら国は守れません、ね、TMC を批判するんじゃなくて、それを作られてしまってる、そこに依存してしまってるっていうこの状態に私たちは怒らないといけないんです。そうだ、そうだ、ね、その気概を失ったらもうダメです。その気概を失ったらもう今今日来てるような小さい子たちはみんな外国に出稼ぎに行くか、外国資本に雇ってもらって、ね、人生を終えることになる。違う、まだ1億人もいるんですよ、ね、そして戦後の焼け野原の中から奇跡の高度経済成長を成し遂げて、ね、世界の経済大国までなったんでしょ、数十年で。だから私たちはできるはずなんです、やれば。そのやればできるって気持ちを失ってしまってるんですよ。それは教育、ね、それから心や体の健康、それも一緒に奪われてるんです、ね、志がなくなっている、元気がなくなっている、お金が奪われている、それによって国力がなくなっているんです。その現実を指をくわえて見せちゃダメです。おかしい、悔しい、ふざけるなって思わないといけないんですよ。お金がもらえるからいいんだなっていうのは、そんなのは日本の考え方ではない。それこそまさに植民地、奴隷の根性ですよ。違う、お金に変えられないものがあるんだというのが日本人じゃないんですか。その心をみんなで取り戻していきましょう。そのために作ったのが参政党、ね、バラバラでいたらみんなの思いがまとまらないから、ね、みんなで集まるんです、そういう思いを持った人たちが。最初は、ね、変わった人だって言われますよ、ね、右翼だ、カルトだ、ね、なんだかんだ言われますよ、もう言われてますよ。けどそんなに構ってちゃいけない、時間がないんです私たちには。だから思いのある人はどん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 集まって、おかしいことをちゃんとおかしいっていう、そして間違ったことをやってた人たちに、間違ってましたごめんなさいって言わせないとダメなんです。日本には間違いを認めない政治家が多すぎる。間違ってたら間違ってましたってせめて認めてください。別に切腹しろとは言わない、ね、侍だったら切腹ですよ、そこまで求めないから、ね、間違ったことは間違ってましたと言って、しっかり子供たちに説明をさせてください。ね、方向性を変えさせてあげてください。なかったことにさせてはいけません。ね、今なかったことにして逃げ切ろうとする人たちがいっぱい出てますよね、テレビ見てると。それは河野、それを絶対やらせてはいけない。出技の河野だ、河野、ね、そういうことをしっかりとみんなが認識し、そして一緒に活動していくプラットフォーム、そのために参政党があります。そしてこの4月、先ほど言いました7名の方々がもうすでに手を挙げてくれている。これはすごいことです。どのぐらいの人口規模のところで7名も手を挙げてくれるのは多い、
そしてしかも半数以上が女性、日本でも熊本だけですからね。この7人の挑戦、7人の決意、そこに皆さんの思いを乗せてください。なかなか出てくれって言っても出てくれないんですよ、全国で。もう僕らが頼んで待ってるんだからね。でも熊本は自発的にね、たくさんの人たちを集めてくださいました。みんなが手を挙げてくれました。感謝しています。これが選挙だけの盛り上げで終わらないように、しっかりと勝って熊本の政治が1ミリ2ミリと変わっていくきっかけになるような、そんな活動をこの4月に向けて皆さんと一緒にやっていきたいと思います。どうか一緒にやっていきましょう。力を貸してください。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は曇り空でしたが、やはり日が出てきましたね。ありがとうございます。では最後に経験付けのいつものやつをやりたいと思います。せーのと言いますので、1、2、3、せーとご唱和いただければと思います。やりたくない人は無理して、はっきりです。やりたい人は